はいどうも、モルさんです。今回はですね、いつもと撮影の場所を変えて、12月2日の月曜日に行われた、オーシャン東京がね、開催したイベントがありまして、そちらのね、様子をご覧いただこうかなと思います。どういったイベントをやったかっていうのはですね、表参道にあるスタジオを借りて、一般のね、お客様を動員して、来ていただいたお客様の中から選んで、その人を実際に無料でカットとセットをして、かっこよくするっていうね、まあ、出張大型変身企画みたいな、まあ、そんな感じのイベントをやりました。1部2部3部4部ってね、各部数が1時間ごとにあって、まあ、そのカットブースがあったりとか、スタイリングのみをねするスタイリングブースっていうのがあったり、あとは物販、ワックスだったりスプレーだったりシャンプーだったりアイロンだったりとか、まあ、そういうのが置いてあったり、まあ、そこで記念撮影ができるような写真ブースがあったりとか、もういろんなものをこう詰め込みまくってやったんですけど、結構雨が降ってたんですけど、たくさんの人に来ていただけて、本当にねイベントとして楽しかったなっていう、イベントになったので、実際にねその様子をご覧いただこうと思います。ではどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。イベントの方の紹介をしていきたいと思います。まず、ね、僕と今音が立っているところで、普段撮影とかをしていただいているモデルさんを今日2名、はい、まず1部の方でお呼びしてますので、ほら企画流から行きたいなと思います。大丈夫ですか、モルさん。大丈夫ですか。じゃあ皆さん、モルさんがうわーって思うような元気いっぱいの声と挙手をお願いします。モルさんに髪切ってもらった人、これでしょ。すごい元気、はいはい、すごいよ、すごい、はいはいはい、すごいね、はい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 、であれば強くパーマが出てきますし、逆に水分が少ないクレイみたいなね、ああいう油分が多いワックスを使うと動きは出るんだけど、そこまで強めのカールじゃない、ふわっとした質感になるので、やりたい髪型とかシチュエーション、状況に合わせてワックスを変えていただけたらなと。
ちなみに僕がパーマの時によく使うのはクレイとナチュラルです。正反対のワックス。だから逆に正反対のベースのワックスを2つ持ってると、マフの分量によって質感を調整できるので、いろんな質感が出せます。同じようなワックスを何個も持ってるより使わないかもしれないけど、違うタイプのワックスを何個か持っていた方が便利です。すごいな、ライブでカットの様子を全部出したの初めてです。じゃあ一回乾かします。リボスの何色を使ってるか、あ、マットハート8番ね。何でもしてる量を軽くしていきます。クリスマスシーズンで一番いい時期だね。ちなみにクリスマスは何して過ごすんですか？イブは大学のみんなで過ごします。当日は実はもうちょっと、おー彼女と素晴らしいデートプランを考えた。まあ詳しくは内緒。そんな決まってないです。それだけは分かるわ。一緒に過ごせるだけでいいんですよね。そうです。我々はクリスマスでもバッチリ営業してます、はい、お待ちしてます。お任せでって言われた時はどうやって決めるんですか？お任せって言われた時は正直言っちゃうとコールドリーディングをします。実際お任せって言ってわりかし前髪は上げますか下ろしますかってどっちの方が多いですかって聞いたりすると、まあ、卸の方が多いのか答えてくれたりとか、スタイリングプランどれぐらいで卸しますかとか、まあ、そういうところから徐々に聞いていって引き出していきます。意外とこうお任せっていう人もこだわりがやっぱかなりあったりするので、そこをどう引き出せるかっていうのがポイントになってくるので、まあ、僕は完全にそういう感じにやってます。はい、一回髪の毛の上でまた指飛ばして触ってみてください。軽くなりましたか？ではアイロンも使ってちょっとセットをやっていきたいと思います。でもまあ基本的には結構癖毛なんで、水分が入ってるワックスを使えば癖でセットできちゃう。外羽とかはこういうね、外羽とかはアイロンでちょっとつけてあげないと、自然の癖で外羽が入ってる人ってなかなかいないんで、外羽だけつけちゃえば結構すぐスタイリングできちゃう。今って聞いた話によると、夏にアップバンドやっていて前髪が割れやすくなっちゃってるということなので、今回は前髪のその割れとかが気にならないように真ん中の分けセンターパートみたいな感じでアップバンドでやりたいと思います。下の方もちょっと入れてください。今日はワックスのクレイ、さっき言ったナチュラルちょっと使ってやっていきたいと思います。最初にクレイでね、立ち上げをやります。クレイはね、結構よく揉み込むとその分よくふわっと動くんで、お、じゃあ音がずっくりやな、変わりましたね。よく最初に揉み込んでください。つける量はだいたい小指の関節1個分、足りなかったらまたちょっとだけつけます。最初にね、つけすぎちゃうとベタベタになっちゃうからね、クレイでね、立ち上げをしたら最初に混ぜて使うっていうよりは後からナチュラル、かき下ろすときにナチュラルをちょっとだけつけて気を失います。パーマみたいな、ね、徐々に徐々に気を失います。最後そこに置きます。上から見てもひし形になるようにちょっとボリュームを、ね、最後押さえて調整したら完成です。イエーイ。はい、というわけで今回はイベントでカットとねスタイリングをやってみました。どうでした？めっちゃ話も参加になってました。あ、本当ですか、はい、よかった。またぜひ、ね、お店にも皆さん来てみてください。いっぱいお話も、ね、できるし、悩みとかもあったら気軽に相談してください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。バイ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 。
はい、いかがだったでしょうか。時間的には1時ぐらいから始めたので、まあ、6時ぐらいに終わったんですけど、もう本当にね、あんなに雨が降ってて、しかもね、普通の平日の月曜日、12月2日なんで、まだ冬休みとかね、学生さんとかも入ってない人が多いんじゃないかなっていう中で、たくさんの人に来ていただいて、本当に楽しいイベントになったので、すごく良かったなと思います。イベントを企画した僕ら側も楽しかったですし、来ていただいた人にも楽しかったとね、思っていただけるようなイベントにできたので、またね、こんな感じのイベントがもしできたら、出張返信企画とかね、やってみたいと思います。その際はね、ぜひ動画を見てる人も足をね、運んでいただけたらなと思います。でまたね、ぜひ、オーシャン東京の、ね、お店の方にも髪を切りに来ていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。